気ままな実況部屋へようこそ。どうも大将でございます。さて今回なんですけれども、皆様、今日が一体何の日かご存知でしょうか。タイトルとサムネでバレバレだと思うんだけど なんとですね、本日9月21日をもちまして、僕のこのチャンネルがなんか6周年を迎えちゃったらしいです。はい。いやー、早い時間が。なんかついこの間ね、5周年の動画、ちょっとね手の凝った動画をね作ったような記憶があるんですけど、覚えがあるんですけど、なんかいつの間にかもう1年経ったんだっていう、そんな感じですね。本当になんかね、年を増すごとにどんどん1年間の感じるスピードが速くなってきてるような気がしますわ。本当だいたいね、高校卒業して大学生になったぐらいからいつの間にかもう1年間が終わったんだみたいな、すごい1年が早く感じます。なんでだろうね似たような毎日過ごしてるからかなわかんないけどね。という形でね、6周年を迎えちゃったわけなんですけれども、正直その今年もなんか去年見たく、何かしらちょっと企画やりたいなとは思ってたんです。ずっと去年は一応その質問返答コーナーと、あとセリフ、皆さんからいただいたセリフをちょっとなんか隊長さんが読むみたいな、そういったコーナーをやらせていただいたわけなんですけれども、今年ちょっとね、今年もやろうとは思ったんだけど、まず2つあって、1つがまず募集をかけるタイミングを見失ってしまったと。そう、気づいたのがちょうどこの間なんですよ。もうすぐ6周年だって、いつの間にか9月になってるし、そうで、あ、やべえ、募集するの忘れてたと思って、でかけるタイミングを失ってしまったっていうのが1つと、あとね、だんだんちょっとね、忙しくなってきてるっていうのがあって、そうちょうどね、今日この9月21日動画が出てる今日から大学の後期が始まるんですよ。で、そうだな、今日のちょっと夕方からまたちょっとゼミの活動があって、多分まだこの動画が出てる時間、多分俺まだ外にいると思うんですけど、大学かどっかにいると思うんだけどうん、多分ね、うん、とか、あと来週にはちょっとゼミの発表とかもあるし、後期には大学の文化祭とかもあるんですよ。でそれの準備もしなきゃいけないし、再来週の発表の準備もそろそろ進めないといけないしとかで、だんだん忙しくなってきてるんですよ。で正直ね、この動画を撮っている時間も惜しいくらいなんですよ、正直。そう、ちょっとこの動画撮ってないで、ちょっとそれまでにやるべきこととかもあるんで、そのねえ、ため撮りとかした動画の編集とかも正直したいくらいなんですけどまあちょっと6周年だからちょっとね、こっち優先してるわけなんですけど、とかもあったりで、割とね忙しくなってきちゃってるんですよ。っていうのもあって、去年みたいにあんな凝った動画は絶対作れないし、かといって募集かけて何件来るかも分かんないし、そういうのが分かんないし、できるのかって考えたら、今年は雑談でいいかって思ったわけでございます。はい、ね、特別ね、前みたいに、前はね、レックスっていうチームがあったわけですけど、誰かとこう話し相手がいるわけでもないし、一人でこうだだだただただね、だべっているだけなんですけれどいつもと変わんねえなんて感じなんだけどね、6周年って感じ全然しないと思うんだけど、大丈夫、俺もしてないから気
画性も何もないからさ特に特別感も何もない動画にはなってると思うんだけど、まあ隊長さんクオリティってことで許してでね、といった形で特に今年は何もすることができなかったということなんだけど、うん、まあ何なんか6周年ってことでなんか振り返り1年間の振り返りとか多分した方がいいと思うんだけど、特に何も振り返るものねえんだよな特に何もないんだよな。なんか特別盛り上がった動画とかもないし、なんだろう一応ね、じゃあ出そう、ねつくづく最近思ってることをちょっと話そう。あのつくづく最近思ってることがあって、ツイッターではちょくちょくなんかね愚痴ぼやいたりはしてるんだけど、たまにまずこの僕のチャンネルがねできた当初はできて1、2年くらいまでかなは、僕のチャンネルって COD がメインだったんです。コールオブデューティーのシリーズがメインで投稿してたんですよ。日本語がおかしいな。コールオブデューティーシリーズをメインで投稿してたんですよで、だんだんその後はその前のねレックスのメンバーのみんなと一緒にマイクラをやるっていうのがだんだんメインになってきてて、だいたい5周年くらいまでかな、4周年くらいまでは今度はマイクラがメインになってきたんですけど、だんだんね去年一昨年の後半ぐらいからだんだんマイクラもやらなくなってきてて、で一昨年に至ってはマイクラやりながらどっちかっていうとフリーゲームがメインになってきてたと思うんです。僕のチャンネルって確か一昨年の本数、フリーゲームの出した本数って150いくつ5だったかなあったはずなんだよね。知ってるかなみんな、あのねフリーゲーム1年間に出したフリーゲームの一気見再生リストとかあるんだけど、みんな知ってるかなあのね僕の出した動画ってほぼほぼそのトップページチャンネルあるじゃんのなんかいろいろ再生リストがめちゃくちゃ並んでると思うんだけど、一つを除いて一つのジャンルを除いて全部僕のトップページの再生リストからいけるようにしてるんだけど、みんな気づいてるかな知ってるからそうだ、だから何年も前の動画とかね全部再生リストに入れてるから、ほぼ全ての動画を僕のチャンネルのトップページから見られるようにそういう仕組みにしてるんだけど、知ってたみんな知らなかった、初めて知ったっていう人はねぜひちょっとチャンネルのトップページちょっと覗いてみてくれ、いろいろ過去の動画から最近の動画まで全部入ってるから、でまああれだね、あの一つを覗いてってその一つは何なんだよっていうと、まあ、6周年だからちょっとちらっと言っちゃうけど、まあただ検索すればどうせ出てくるんだけどね検索すればどうせ出てくるんだけど、まあたまにさ隊長さんって歌っちゃった動画出すじゃん、そう歌っちゃった動画歌っちゃった動画出すじゃん、歌っちゃった動画、ね、の再生リスト一応あるっちゃあるんだけど、それだけはなんかねちょっとはなんかこんなねそんなに特別うまくもない歌っちゃった動画の再生リストを堂々と貼っつけるのはなんかやだなと思って、実はそれだけチャンネルに貼っつけてないんです。ただどこにも貼っつけないのは申し訳ないよなっていうことで、たまに出したその動画自体にその右上のアイマークってあるじゃん、カードっていうんだけど、アイマークのところに必ずその歌っちゃった動画の再生リストはその歌っちゃった動画に貼っつけてるようにはしてる。実はここだけの話、これ誰にも言ったことなかったんだけど、どこでも言ったことなかったんだけど、まさかの暴露ですよ、誰得なんだって話なんだけど
まあどうせ YouTube で体調歌ってみたみたいな感じで検索すれば多分出てくるんだけどね、どうせ出てくるんだけど、まあちょっと歌っちゃった動画の再生リストは除いて、他すべての動画は、再生リストのどっかしらの再生リストには入れてるし、その再生リストすべて、僕のチャンネルのトップページに載っけてるんで、一覧にしてね。なんでちょっと昔の動画覗いてみたいなとか、フリーゲーム覗いてみたいなとか、最近の動画あれどこだっけみたいな、そういうのねちょっと探したいっていう時にね、少しでもね見やすくするように載せているんでね、でこれからも載せ続けると思うんで、ぜひ動画を探す際はちょっとね、あの役立てていただければなって思います。はい、でちょっとあの話脱線しちゃったんだけど、あの話戻そうと思うんだけど、最初ね COD がメインでやってて、で今度マイクラメインになってきて、で一昨年はマイクラやりながらどっちかっていうとフリーゲームがメインだったんだけど、去年ぐらいからだよね、そうなってきたのって。去年ぐらいから、今年もそうなんだけど、なんかそうね、このチャンネルはこれがメインでやってますっていう、それが売りだっていう、うるせえなバイクおいもううるさいな本当にね、これが売りだっていうタイトルがないんだよね。そうどれをメインでやってるわけでもなくて、ただちょっとこれやりたいあれやりたいっていろいろかじっちゃってるから、それがね、いけないんだろうなと思ってるんだけど、なんだろう、ただその例えばね、なんかまたこう COD ね、今度10月にブラックオプス4っていう新作が出るんですけど、まあ、それはもちろん買うんだけどね、COD のまたちょっと昔みたいに COD の動画をこうポンポン出すことにするとするじゃん。でただそういう動画ってね、なんか、前のなんかちょっとね正直ちょっと黒歴史と思ってるんだけど、今年の2月だか3月くらいにね、COD を最近俺が動画出してない理由みたいな、そういった動画を出したんだけど、正直それを出したせいでむしろなんかCOD の動画出しにくくなってるっていうのがあるから、ちょっと正直あれ黒歴史だなと思ってるんだけどそう、それは一旦どうでもよくて、で出したとするじゃん。ただそういう動画ってね、プレイがうまいか、その動画のどこかで思う、なんかこうどっと笑いが湧くようなシーンがあるか、その人自体に魅力があるか、この3つが結構重要なんですよね。アクションゲームとか結構割とどれにも当てはまると思うんだけど、だ自分ってね、俺ってね、まあ、俺自身にそんな魅力あるとは思ってないし、うん、どっちかっていうとない方だと思ってるし、正直喋りがね、うまいわけでもないからね、どこかで笑いが出るようなことも喋れないし、ただ COD に関してはそれなりに腕は自信あるから、一応腕で戦っていけるとはそれなりには思うけど、ただ YouTube 回とか、まあ他のサイトでももちろんなんだけどとかでね、うまい人ってされてる COD の人たちよりかは全然下手だし、うまくないしね、最近は特別触れてないからだんだん腕も落ちてきてるっていうのもあるから、そういったところでね戦っていけるかって言われたらちょっと厳しいところがあるわけで、そういうところってね本当にね、なんか
本当に超下手くそでも話が面白い人とか、特に女性って強いんだよね。なんか毎回こういう話するときって言ってるような気がするけど、女性って本当強いなと思うし、そう女性実況者って何しても見られるじゃん、その人自身に魅力があれば。まあ、女性ってだけでも見られると思うし、本当にいいなって思ってるんだけど変な意味じゃなくて、ね、だからさ、どうなのかな、今さらまたちょっとね、 BO4 で例えば俺が原点回帰をしたとしよう、原点回帰をして、まあ、マルチプレイヤーもそうなんだけど、バトルロワイヤルのモードもねあるんだよね今作。だからそういった動画をなんかポンと出す、なんか週に 3,4 回ずつ出すようになったとして、見られるのがってところなんだよね。そう、まあ、それももちろんあるんだけど、その昔 COD をメインでやってた時と今の僕の視聴者層ってだいぶ変わってると思うから、昔だったらね、わりかし、まあ、昔はそんなにゲーム実況者が今くらい盛り上がってたわけでもないから、ゲーム実況者が少なかったっていうのもあるんだけど、昔は割と、中学生の時だよ、俺が始めた時って中3の時に本当にクソみたいな動画出してたけど、それでも100再生いってたの、昔って。ありえないと思うだろうけど割といってたの。そう、そんくらいだったんだけど、今はね10いけばいい方だからね。最近 BO4 出してるけど、ベータの動画、他のシリーズに比べてやっぱね、視聴者層が合わねえんだろうなとはつくづく思ってるんだけど、10再生いけばいい方だから BO4 の動画今。そうレベルが低い話してんなって話なんだけどさ、だから企画性とかもね、俺企画とか考えるの下手だから、特に何もないし、だからといって COD をメインで上げ続けても多分見られるかどうかも分かんないし、一人だしね今、一人身だからコラボする相手とかもいないし、実況者仲間とかもいなくはないけど忙しいから、その人たちも今すんごい、一人身だからさ、特になんか幅を広げられるわけでもないから、どうしたもんかねっていうのが今の悩みです、それを打ち明けられたところで俺たちはどうすればいいんだっていう視聴者さん側の気持ちだと思うんだけどまあちょっと最近常々そう思ってるよっていう話でした、だからどうしたって話なんだけど、まあ、だからね、ちょっとね、今年去年と今年ってすごいちゃんと登録者とかね伸び悩んでるっていうのもあったんだろうなとは思ってはいるんだけど、まあちょっとそういうことも考えながら7周年に向けてやっていけたらなとは思ってます一応まあただ正直もうなんだろう、チャンネル登録者数とかあんまりどうでもよくなってきたんだよね正直。そう、あんまりどうでもいいって日本語おかしいけどそんなになんかね、どっちかっていうと例えば1週間にチャンネル登録者数が5人伸びるよりも1日ポンって出した動画が1週間で50再生される方が嬉しいんだよね今。どっちかっていうと、そう、登録されてもどうせ見られないと意味がないから動画は。そう、登録者が5人増えるよりも50再生された方が正直嬉しい今は。あ、ちょっとね、再生されるようなね、動画も出したいなと思ってるし、あとなんかね、
アフレコするような動画とかね、なんかちょっと迷走してるけど、そういった動画出すよ、どこの俺の視聴者層に合ってるのかちょっと分かんないけど、ちょっとそういった動画にも手を出したりも迷走してるはいるけど迷走しすぎだけど、うん、まあちょっとね手探りでやっている状態ということでね、だんだん見定めていって、またちょっとメインになれるような動画をね、作っていけたらなとは思ってる。それさっきも言った気がするなんかつくづく動画で編集してても思うけど、同じこと2回言っちゃう癖あるんだよなと言葉のレパートリーもないしさ、本当とかところでとかというわけでとか、なんか割と言ってるよね俺どうかとかで、うん、いけないなと思いながらやっちゃってんだけども、癖だからさ、本当に意識しないと直せないところだから、ちょっと分かんねえ、分かんねえんだけど、まあそういうの全部ひっくるめて隊長さんだからっていうとそれまでなんだけど、まあね、そんな感じの隊長さんだけど、まだちょっとね、ぼちぼちやっていくとは思うんで、多分、うん、またね、ぼちぼちしょうがねえなっていう感じで見ていただければなと思います。はい、まああと何、こんな俺だけどね、なんだかんだ見てるぜって、これからもね、例えばだけど1ヶ月に 2,3 本しか動画出なくても、それでもいいから、ぼちぼちでいいから続けてくれれば、動画投稿続けてくれれば嬉しいぜって思ってる人は、ぜひ高評価とコメント、そしてチャンネル登録をしてくれたら僕のモチベーションは保てるぜ保てるぜってなんだいや、でも冗談抜きで、まあチャンネル登録高評価とコメントがね、伸びればしてくれれば本当にモチベーションも保てると思うんで、ぜひね、皆さんのご協力もあってこそ僕のチャンネルだと思うんで、本当に俺が好きだっていう人は高評価だけでもいいから押していただければ本当に嬉しいです。本当にね押してくれ、みんな頼むから、うん、あとコメントもねしていただければね、反応するかは分かんないけど、そのコメントにまあ何、隊長さんも気分嫌だから、このコメントには反応してあげたいなって思うコメントに反応すると思うけど、うん、まあ何、俺が反応したいなって思わせられる、思うようなコメントをしてくれればなと思います、うん、まあ、っていう感じかね。まあこんなこと言ってるけど、結局この動画自体がどのくらい再生されるか自体にもよるからね、結局のところ、うん、まあ、30再生くらいされればいいのかな一応なんか、なんだろう、一応じゃああれかな、7周年に向けての目標は1動画の再生回数が50回以上かな6年間やってる投稿者の目標が低レベルすぎて笑うんだけど、ってひどいよこれ、まあ、はい、ということでちょっとまた長々と喋っちゃったわけなんですけれどもね、
まあ、繰り返しになりますが7周年に向けてぼちぼちまたね頑張っていこうと思いますので、またね、気長に応援のほどよろしくお願いいたします。ということで最後までご視聴していただきありがとうございました。今回はこの辺で失礼したいと思いますね。また別の動画やあと生放送もねぼちぼちやっていくと思いますので、そちらでねまたお会いしていただければ嬉しいです。それではまた次回、それさっき言ったそれではねまたねお会いいたしましょう。繰り返しだな、本当に繰り返し癖ひでえな。それではバイバイ。あ、そうそう、みんな6年間、ありがとね、7周年に向けてもよろしく。それではバイバイ。